5月18日水曜日22時24分です。フォートコーチンのホームステイ、まあ、ほぼゲストハウスですけどから、アフタートークの配信お届け録画撮ってます。まあ、今日は本当に、まあ、毎回なんか同じこと言ってると思うんですけど、本当に今日はこれといって、まあ、雨のせいもあるんですけど、朝、カフェに行って魚市場を見て、で、まあ、それぐらいですね。あとはもう散歩してひたすら歩いてっていう感じで、あれだな、本編の動画にもちらって映ってたんですけど、ここはこのフォートコーチンの港っていうのかな、ビーチには、チャイニーズフィッシングネットって言って、まあ、数百年の歴史のある伝統的な漁法っていうのか、それをやってる漁師さんたちがいて、まあ、実際にそれで魚を捕まえてるんですけど、でその魚がその魚市場に並んでるんですけど、で、まあ、そこなんか写真撮りながら歩いてたら、なんかこっち来いみたいな呼ばれて、中来いよみたいな、そのフィッシング、チャイニーズフィッシングネットの多分やってる人たちだと思うんですけど、上がって来いよって言われたから、まあ行ったんですよ。で多分それぐらいまでは動画回してて、でその桟橋みたいな、でかい桟橋みたいなのがあって、でそこに上がってって、で多分動画ですごいペラペラ解説しだした人がいたと思うんですよ。なんかどっから来たんだみたいな、あ日本です、ジャパニーズみたいな、で日本に友達いるよみたいな言ってた男の人がいたと思うんですけど、あの人がね、あの僕が動画を止めた後も結構ずっとね、こう説明をしてくるんですよ。まあ本当何言ってるか正直全然分かんなかったんですけど、全然分かんなかったというか、もう正直聞いてなかったんですよ。もうなんかただただ勝手にこうバーって説明してきて、で最終的にドネーションみたいに言ってきて、うわこのパターンかーと思って、結構インドは、まあ、観光地に多いんですけど、勝手になんか案内とかしだして、で最終的にドネーションとかチップとか、この間カンニャクマリっていう町でも、勝手にこう宿をなんか見つけてやるよとか言って、でなんかだって宿を見つけるって言っても、僕がこう宿を入って受付で空いてるかどうか聞くだけじゃないですか。それを代わりにやってくれるみたいな、そんなん別に何の手間もないじゃないですか。僕と一緒に歩いて、で宿に入って、その人が宿入って、でここはダメだみたいな、ただそれだけなんですけど、で最終的に、その人もまあチップみたいな、そういう感じだったり、そういうのがね結構あるんですけど、それで今日も会って、まあ一応ねなんかね、そのドネーションって言われて、その時にその周りにねなんか4人ぐらいいたんですよ。だなんかすごい圧を感じて、まあ、一応50ルピーを払ったというか渡したんですけど、なんかで50ルピーを渡そうとした時に、なんかいや100ハンドレットハンドレットって言ってきて、100ルピーって言ってきて、でなんか言い分としては、なんかこの辺りは、ワインとかなんとかなんとかとかはすごい高くて、値段が高くてみたいなすごい言ってきて、いや知らねえよと思って、俺に関係ないでしょと思ったんだけど、ですごい言ってきて、いやもう50でいいでしょって言って50ルピー渡して、まあさっさと帰ったんですけど、な本当だったら多分ね払わなくていいと思うんですよね。なんかもう説明ももう独りよがりのなんかもうベラベラベラずっと喋ってきて、それでもう正直理解できないし、あんまり聞いてもないし、
もう勝手に頼んでもないのに話してきてみたいな。それで結構、まあ、たかだか50ルピーですけど、まあ これに50ルピー払うんだったらコーヒーもう一杯飲めたなとか、そういう感じで結構落ち込んだんですけど、まあそんな感じで、明日はコジコードっていう、まあ、場所に行くんですけど、なんでそのコジコードに行くかっていうと、まあこのまま僕はまあ、Google マップでコジコードってちょっと入れて見てもらいたいんですけど、あ、これ今映した方がいいか。この今はこのコチって書いてある、コーチンって呼ぶんです。こっちの人はコーチンって呼ぶんですけど、今コチンにいるんですね。でコジコードがここで、とりあえずこのゴアっていうとこまでは、まあ、今月中にはたどり着きたいと思ってるんですね。でまあ明日はコジコードまで行って、明後日、まあ、マンガロールとかそこら辺まで、でしあさってゴアとか、しあさってにはゴアに着くかなと思ってる。わかんないけど最短で行けばそんな感じで、天気予報とか見るとゴアもねそんなに雨降ってないんですよね。なので雨の降ってないところに早く行きたいっていう、じゃあなんでこの時期にインドに行ったんだよっていうねツッコミが来そうですけど、まあ、確かにそうなんですよね。でもまあ来る前はあまりそういう深く考えてなくて、まあ結局こうなってしまうと、いつも僕はこういうのがあるあるなんですけど、まあそんな感じで、まあでもゴアまで行ってでもまだこうムンバイまで行く予定なんで、まあ、ゴアで何日滞在するか分かんないですけど、ゴアに行って、まあ、そっからちょっと中入るか、いやここら辺にハンピっていう町があって、村か、世界遺産の村なんですけど、まあ、正直、あんまり世界遺産とか僕そんなに興味がなくて、それよりも結構人がいるようなところが好きなんで、まあ、田舎もいいんですけどね、田舎は何だろう、すぐに飽きちゃうというか、なのでまあムンバイはねインドで一番大きい町なんですよ。実はデリーよりも大きい、人口が一番多いのかな、はい。なのでとりあえず今のところムンバイを目指して、進んでいきます。もう全部列車ですね、全部列車で。で今日列車は予約しなかったんで、明日早めに行って、まあ、チケットを買って、チケットもね自由席なんで、もう例えばチケットこの車両ですって言われるんですけど、まあ、買っちゃえば別に違う車両に乗ってもね別に全然問題ないんで、それでとりあえず明日はコジコードまで行きます。というわけで今日は、今すごい雨降ってるんですけど、明日の朝までやむように願って、おやすみなさい。